高木生活7月12日から2017年2月24日は日本の書家。男性。以下は十三味。訓党は文化勲章。本名は高木生田。朝日書道会会長、公益社団法人日本美術展覧会顧問、公益社団法人日本書芸院最高顧問、読売書法会最高顧問、文化功労者。 社団法人日本諸芸院理事、読売書法会理事、読売書法会常任総務、社団法人日本美術展覧会常務理事、社団法人日本美術展覧会理事、社団法人日本美術展覧会参事などを歴任した。内田鶴雲に支持し、古典を研究し、自身の書風を確立するとともに、金の書を中心に活躍した。 内田の創設した朝日書道会を引き継ぎ、長年にわたり会長を務めた。また、日本美術展覧会においては1982年に会員となり、1991年には日本美術展覧会内閣総理大臣賞を受賞している。さらに、1995年には日本芸術委賞を受賞している。2006年には文化功労者に選出され、 後に文化勲章を授与されている岡山県総者市出身。敗戦直前、東京で一年余りの鉄砲を持たない兵隊を経て帰郷。仕事以外に生涯を通じて学べるものを所に求めた。父親が始めた証券会社で20年間働く傍ら、1947年、初夏の内ち鶴る雲に指示。中国、日本の個室、名筆を研究。 かな、書家として、情感を秘めた現代感覚あふれる様式を、確立した。と評される。書家として、日本や中国の古筆、名筆を研究し、美しく気品あるかなを追求、独自の書風を打ち立てて、司会の発展に大きな貢献をしてきた。1950年に日展初入選。1975年からは、日本書芸員理事。 1984年からは、読売書法会理事に就くなど、日本の書の発展に、大いに貢献した。岡山を拠点に、朝日書道会を創設した、内田鶴雲に指示。鶴雲の死が、神奈川県大御所、安藤清空であったことから、西空譲りの、現営本古今週の書風をしっかり身につけた後、一条折衝集、荒野切れ、張り切れ、高紙切りなど、 古筆の森に分け入り、王朝の宮火を手中に収めた。現代の金書きを代表するまでになり得たのは、一方で、戦後の金書き屋たちが追い求めた大技なにも、新境地を開いたからである。読売新聞社、読売人物データベース2006年、文化功労者に選ばれた際には、金書きは、文字としての意味を伝えるだけでなく、絵画のような、造形美を探求するもの。 墨と筆の日本の文化です。書は、私のすべて、後世にいい作品を残すため全力投球すると、述べた。晩年になっても日本美術展覧会の顧問をはじめ、日本書芸員の最高顧問や、読売書法会の最高顧問など、多くの団体の役職を務めた。2017年2月、岡山県倉敷市の病院にて死去した。本名は、高木育田であり、 高木ぎ田と読む。一方、書家としての号である、高木性格については、高木性格と読むが、高木性格と報じられることもある。書家の高木清は長男。2013年11月3日、文化勲章真珠式後に、静岡県理事長、本女優、高市の国文学館館長、中西進、東北工業大学理事長、岩崎修一、俳優。 高倉健と皇居宮殿到底で記念撮影。ありがとうございます。